今日は一日いろんな人にオファーをするという包み下、人生の初めて先輩に切れるかもしれない木下です。基本は全事務所あの木下 NG やっていうことは、いや NG じゃないんです。えジュニアです。間取って蛍原さんと政治にやってもらいます。なんでやねん新助一緒にかけようと思ってます。マジですか。ちょっとここです。もう行くで。ちょっと待って、僕らのこの準備ちょっと あの うるさくすんなよ。はい、僕黙ってた方がいいですか。いや、ええけど、行くで。はい、それ俺もドキドキしてんねん。さん顔緊張してる。そうですね、怖がってる、急にスピーカーを聞いてる。出てる。もしもし。もしもし。もしもし。お疲れ様です、宮迫です。おお、久しぶり。ご無沙汰します。ご無沙汰です。あの市長、あのいや違うんですよ、あの今 YouTube の動画回してるんですけど、お声の出演だけっていいですか。お声の出演だけ。はい、本当にいいけど。マジっすか。ありがとうございます。あの最近どうされて、最近どうされてますかっていうか、コロナやからもう何もすっこんないやん。で暇やからゴールばっかしてんねん。ああもうでもなったかなったら釣りと、で去年からなんかウェイクサーフィンハマって、ウェイクサーフィンとゴルフと釣りという健康的な、まあ、筋トレ。健康的すぎます。いやすごいですね、相変わらずと言いますか。YouTube うまくいってる。 YouTube あのおかげさまでいろいろ今ちょっとあっちゃんと番組をやらせていただいたりとか、調子はだいぶいい感じになってきてます。あ、はい、そうなんや。あっちゃんもよろしく見といて。ありがとうございます。ただ師匠、このお電話なんですけども、今お電話出演はしていただいてるんですけど、やっぱいずれは出ていただきたいなっていうのがあるんです。師匠、あのね、アホなこと言ったから、お前いくつも丁寧な、お前、はい、お前ね、普通世間は60で丁寧になって、あと5年使ってくれはって、65でほんまの丁寧、世の中は65歳になったらいらんねえで、お前俺も来月で65や、もうそらもう使い物ならんで、ほんま見た目はめっちゃ若なってんの。いや、ムキムキじゃないですか、前お会いした時も。ムキムキで、お前、顔もやっぱ若、頑張ったら若なるよね。以前お家にお呼ばれして、飲みに連れて行ってもらった時の、若々しさ、何よりもトークが何一つ錆びてないのが一番びっくりしましたから。いやいや、もともとしてやんか、俺テレビで何百人喋ってようが、飲んでる席で5人喋ってようが力は一緒やんかね。でもやっぱりテレビに出てらっしゃらない時期が長いのに何も変わってなかったので、もうこれはもう、いや今出たら渋滞さらすだけ、はい、いやそんなことない。喋りが錆びてるどころちゃうで、もうボロボロやで。いや、もう今もバリバリ喋れてるじゃないですか。いやいやいや、この神が YouTube あれ、カメラ持ってカメラ回してたけど流せしなかったよね。あ、そうなんですか。それから父ちゃんこれ YouTube 流してええから、いや別に映ってへんからええけどなと。あ、それ、あ、そのそういう流れで出られたんですね。そう、とあ、友達のパン屋やねんか。めっちゃ有名なパン屋で、狭いパン屋なのに年間1億2000万円って言うんだよ。なんか80種類のパンを作って時間単位変えてきよって、ね、あっこに俺はよういたずらすんねん。はいはいはい。で、夜の11時で閉まってんだけど、夜中に夜中1時頃とかシャッターちょっと開いてるからバッと開けて、はい、入っていってパンここで帰る、まあ、盗んでんだけど。盗んで開けませんね、それ。知り合いでも。その前はカメラ後期に行けって、後期中入って前、カメラ後期がスパンくださいって言って、びっくりしよっからってね、俺そこから覗いて楽しんでて。いや、もう、プライベートでどんだけ楽しいことやってるんですか。楽しい、毎日楽しいよ。落ち込んでた時期にお会いさせていただいて、師匠のお友達の方みんなに励ましてもらいながら飲ましていただいて、あの時期にあんなにお腹抱えて涙流して笑うことができたのが今に本当につながってるんですよね。いやいや、そんなへこむことないで。そんなに言うたって、ほら、理由も分かってるし内容も分かってるしな、はい、でも あの頃はあの師匠に連れて行った飲み会がもう本当に今の糧になってるので、本当に感謝しております。いや、こんな感じじゃないですか、ずっと僕。なんか一斉になんか叩かれてやな、はい、そんなに対して悪くないのに、はい、それがまあ芸能界のな、はい、なんかルールみたいになってしまってるから、はい、もうほんまこんな厳しい芸能界もうなり手がおらへんで、とか井上公造さんとも喋ってて、はい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 、そんな浮気したら怒られるとかね、ほんとはネットでなんかみんな名前も名乗らず悪口言ってな、はい、まあ今はそうですね、まあまあそのネットの世界に今は僕は救われてるんですけど。救われてるけどテンション低くない？そうですか。やっぱ緊張してます。やっぱり師匠にこの出ていただいてるので。
前もあの行かしてもらった時にもともと100万登録行ったら出てくださいよってあの酔っ払った席でお願いして、その時はあの師匠はあのまあまあええよって100万行ったらなっていう話をされてて、でも100万登録行ってすぐにあのコロナになってしまったので、100万も行ってんだよ、行きました、今132万、おおすごいやん、ほんなんもう全然吉本が戻らんでいいやん、食べていけるやん、いやもう飽きません、そんなことそんなこと師匠絶対言うと飽きません、はい、俺来月もあの大阪会長と、はい、あのゴルフ行くねんけど、ゴルフですか、言うとこは、いやいや何を言うんですかいらんことやめてください、大阪お前いつか覚えとけって言うとこ、いやもう飽きません、もう師匠もう冗談でもそんな言うと飽きませんねんと、ほんまに今もただでさえなんかややこしいんですから、僕と絡んでいった人がみんな辞めていってるんで、お前がそそのかしいんやろ、ちゃいますよ、そそのかすわけないでしょ、違います、いやでもね、辞めれるようになったやな、はい、あんな民主的な時は困ったもんやな、ほんまな、そうですね、ちょっとあのやっぱ辞めても邪魔してはいけないみたいな芸能界どんどん変わって、そんなついたらみんな辞めてくるよな、まあまあ僕が開いた記者会見あたりがきっかけになってしまってるのかなっていうことに関しては、あの芸能界の方々に申し訳ないなとは思ってるんですけど、昔なんか絶対辞めれへんかってんで、亡くなった林社長の時に、はい、話に行って辞めようかな思って、昔ね、あそんな時期あったんですか、三郎氏は一緒に辞めた時ね、はい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 、三郎氏なら俺たちもやっぱこう若い時で30代で不満があって、はい、社長辞めたら僕はどうなるんですかって言ったら、一生テレビ出れようにしたろって言われて、はっきりと言われたんですね、一生やめてテンションあったら問題ないですか、やったら泊まりに行って暴れたろよ面白い返ししますね社長、当時のそう昔な、はい、そうやめれなかったもんな、今なんせような辞めれるから、もうあとはな、ね、じっきりを感じる会社やったか、はい、感じへんかった会社かという個人の考え感じの違いもんね、はい、僕はあの感じております、感じておりますので、なんとかしたいなと今、うん、あのもがいております、そうそう、でも、はい、いつもと戻った方がええよ、はい、戻ってからやめんやめ、あ、改めてなんか変な感じであのなんか やめてるからよくないわ、そうですね、はい、俺みたいにこうなんかちょっと嘘ついてやめんのがええ感じで、嘘ついてやめんの、いや嘘ついてじゃないじゃないですか、いやだって俺もう50歳だからやめたくてすればなんて、お前やめたくてやめたくて、だからまあいろいろやめたからもいろいろ声かけてたけど、はい、なんかネット見てたら復帰を画策してるみたいな書いてあったんですけども、はいはい、誰やねん爆笑やな、もうな1ミリも戻ろうと思ったことがないよな、あの勝手なことをいっぱい僕も散々書かれてますので、各テレビ局のプロデューサーに僕があの仕事くださいって電話しまくってるって、この間記者が来て言うてました、そやろ、もうみんな勝手なこと書きよんねんって、はい、俺復帰復帰ってなんぼやないか、誰がするかっちゅうねんな、お前な、ずっとあのお会いした時申し上げてましたね、絶対ないっていうことは、でだってあんなしんどいこと自分がしててんで、俺ベトナム戦争行ってみんな激しく戦って、はい、なんか帰ってきてハワイに暮らしてるアメリカ人にもっぺんベトナムの意見って話やんかそんな過酷でした、いやそれぐらい今平和やわ、俺ほんま行けんって話だけど、はい、芸能界の時年間340日ぐらい下痢してたよ、お知り合いになって長いことを見てますけど、もちろん番組の最中も見てますけど、やっぱりあの眉間のシワがなくなりましたもんね、そうやね、ほんまでもなんかイライラして腹立ってな、なんか俺は悪かった、今は反省や、みんな悪かったほんまに、番組として司令塔やからこうやってこうなってほしいなと思ってゲーム作ってる時になんかなんか自分の思うように動いてくれへん、喋ってくれへん、タレント見てるとだんだん眉間にシワが寄っとってけどね、深いシワありましたもんね、師匠あの行列の時、VTR 見てる時すごい形相で見てらっしゃいましたもんねいやいや、だからもうみんな申し訳ないもんはな、そんなんね、勝手なものを求めてたな、もっと悪かったなと今はもう反省、俺お前大手20人ぐらいにお前心から謝罪しなあかんわ、いやいや何をおっしゃいますか、それよりもあの感謝してる人間の方が圧倒的に多いですから、そら、いやいやいや、もうやめてもうて喜んでるやつが、まあ、たくさんいて、いやいます、感謝してるやつが数人ででもね、なんかね、あの女芸能界で会いたいという方がいたりして、はい、なんか嬉しいね、それもみんな意外やわ、宮迫やめて気がつくことでびっくりするんだよ、ほんまに、あもうそんなにたくさんの方が いろいろ、いやびっくりするで、これほんま、はい、あの狭井さんなんかやめてからもう9年半経つねんけど、ボンクレずっと従業生と届けてきはんねん、ほんでもうやめてくださいって言うんだけど、はい、いや僕復帰しませんよと、もう何の時間もなれませんよと言うんだけど、はい、いやこれはあのお世話になったことなんでって言うて、うわギリギリだ、あの姉妹さんがそんな人やとやめてから知ったやんか。それであの顔面岩みたいな一光さん。いや岩ではない。
あの方は本番やってる時も、はい、確かに僕らは始まる前に手紙を書いていつも渡さんねんね。はいはいはい。めっちゃタピスで刑務所入っとったんちゃうかぐらい綺麗な格好だけど、IKKO さんもずっと3月の誕生日に毎年バカラグラスを1個ずつ送ってきたんだよ、もうやめてくださいと。もう僕ほんまにもう何もお世話できてへんし、もうこれからもできませんしっていうけど、はい、そんな方もたくさんおられたり、加藤茶先輩なんかもなんかずっと未だに会いたいねん、はい、君に会いたいねんって言って、僕が死ぬまでに君に会うのが夢やねんって言う。申し訳ない気持ちいっぱいだもんな。いやいや、それだけ慕われてたってことですでしょ。いや、慕われてたって、それがすごい。自分が一生懸命、そう、自分も同じだから愛情持ってたら反省せんだけど、IKKOさんにお前なんか顔面岩みたい石みたいな顔しやがってて、俺なんかお前500回ぐらいのことは申し訳ないよ、お前な。いろいろいじらせていただきましたね。髪型がキャッチャーミットとか言ってましたね。口がサイの肛門に似てるとかいっぱい言ってましたね。あの人も悪い、あの人も悪い、はい、なんか自分のこと綺麗っていう設定でしゃべるからな。、うん、本番違ったけど、はい、終わって飯食うてても自分の設定綺麗やから。いや、素敵な方です、本当に。師匠、だから、まあ、お会いした時にも言わせていただいたんですけど、今トップ YouTuber のヒカルくんっていう子が、もうとにかく新助師匠の大ファンなんですよ。いや、もうヒカル君のおかげでも助かってんの俺。いや、そうなんですか。横浜ゴルフ行ったら、はい、大学生の男の子がキャディーについて、はいはい、めっちゃ緊張してんねん、はい、俺いつも行ってるゴルフ屋のバイトで来ててめっちゃ緊張してんねん、はい、でこんな若い子俺のことあんま知らないのって、はい、何緊張してんねんって言ったら、いや、その YouTuber のヒカルさんが大好きなんですと、はいはい、僕にとって神のような存在なんですと、はい、そのヒカルさんが新助さんのことをおっしゃってるので、今日新助さん来るからって、おい間接的やないか思いながら、いやいや、うん、でもそんな子は、うん、そういうヒカル君のおかげで俺のこと知ってくれてたりして、ありがたいなと思ってんねん、ほんま。まあ、ヒカル君がもう小学生の頃から、だって当時の新助師匠を小学生が好きになるってなかなかないことじゃないですか。いや、やっぱ天才は分かんのちゃうか。新助師匠にお会いするのが未だにずっと夢だと、はい、あ、ほんまありがたいわ。 YouTube で、はい、マーサイの方は全然いつでも飯でもらったり。え、マジですか。できれば YouTube の中でと思ってたんですけども、最悪いや、 YouTube はあかん、はい、そんなん YouTube やめ。俺はもうなんか自分のポリシーのもとになんか出ないって決めてし、今声の出演だけでもう無理ですか。いや、絶対それはもう無理やわ。だって俺味噌飲むのもあれも訳ありやってんだ。そうですよね。 あれ以外映像ないですもんね。あれはやっぱ慎太郎と会ってたら、はい、たまたま店の方電話してきて、おう、また会おうぜって言ったら、どこにいますか、どこどこいる言ったら、まさかあいつ大阪にすっきやがって、んで旦那さんと一緒に来て、ね、旦那さんがんやったやんか。はい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 、うん、でもなんかお姉ちゃんにお金借りたくないって、なんかお金とかで困ってやってるから、はい、慎太郎は慎太郎でなんか募金回してお金渡したりしてるから、はいはいはい、じゃあ俺もなんかやっぱしなあかんわ、じゃあ YouTube 撮ろうや、やめましょやめましょ、怒られます、うんうん、じゃあ怒らへんよって。あ、そんな流れだったんですね。じゃあもうヒカル君たまたまカメラが回ってたみたいな、でもダメですか。でもか、いや絶対やめてよ。俺訴えるで。すごい下手な芝居で、あれって言うかもしれませんけど。いやいや、もうそんなん絶対あかんで、顔にしてや、お前。一瞬心動いたことあるんだけどな。はい。なんかやったら、なんか助かるやつがたくさんいると言われて、そういう説得されてな。いや、もう。でも、やっぱもう、今平和に暮らしてるからな。わかりました。じゃあ、とりあえず、ヒカル君は絶対、一回連れて行きます。うん、いや、ごめん、連れてくると、そんな偉そうな。全然、また、機会やったらご飯食べよ。いいですか、そこ。そんな、お前、俺偉そうじゃないの。俺、もう普通のじいさんやで、お前、60、まもなく65の。普通のじいさんは、こんな長い時間、こんな面白い話できないです。いやいや、何にも面白い話してんけど、はい、ほんま、だから、まあ、皆さん頑張るよ。はい、ありがとうございます。大丈夫です、絶対な。はい。いずれも、まだ、会社ターンするの、俺、全然間入るし。マジですか、ありがとうございます。貧乏なん知ってるし。そうですよね。そうですね。変に僕金稼いでるみたいな思われてるんですけど、貧乏なんですよ、本当に。未だに嫁の実家の金魚と年コーターも知ってたし。なんで知ってるんですか。俺のゴルフ仲間の友達が宮迫さんのって、ほんまそうなんやって聞いて。未だに情報もえぐいですね。師匠、すいません、突然ありがとうございます。いや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 、とりあえず体に気をつけて。はい、コロナ落ち着いたらすぐに会いに行きますので、うん、焦らず行こうぜ、焦らず。はい、師匠、本当にコロナと体だけ本当に気をつけてお願いします。はい、来月大崎さんに皆さんが悪くもう飽きませんって、それ冗談でも飽きませんから。すいません、 ありがとうございます。はい、失礼します。はい、緊張した。
回。緊張したな。緊張してましたね。なんやろ、あの普段お会いした時とかは緊張せんけど、この動画の中でおしゃべりをさせていただいてる声を使わせていただいてるっていうことで、もうなんか震えたな。 iPhone 持ってるっていうか、ちょっと震えてましたね。そう、もうほんでちょっと電波のこともあるからさ、途中途中なんか、はい、ええー、お家の前にガッとなったら、なってたりとかなって、あっていう焦りがね俺の方かなと思ってしまって。めちゃめちゃ優しい。優しいやろ、ね、ほんまに優しいし、すごいあの気遣いをしてくれる、本当に最高の先輩なんですよ。ということでですね、あの YouTube に出演というのはちょっと難しいのかもしれないんですけども、ヒカルくんを連れては行って、あのヒカルくんの夢は絶対に叶えようというのは、あの OK をいただきましたので、まあもしかするとその音声だけでもいかがですかっていうのは、あのその時にお願いはしてみようと思ってますので、いつかそこは、お送りしたいなと。はい。お、すごい回やな。だってあの前半みんなあのコラボやってくれるっていうことからの、新助師匠がお声使ってもいいという、何ですかこの回、すごいな。神回ですよ。これプレミア公開かにしていいぐらいやな。あ、びっくりした。すごい。あ、もうやめてやっていうので、あの無理かなと思ってたんですけど、あの懐と器の大きさで、お声だけでも届けることができましたので、はい、今後何がしかヒカル君と共に行かせていただいたりできることがあると思いますので、あのまたそれは乞うご期待という、まあ、何かの記念の会になるかもしれませんけども、乞うご期待ということで、まあ、ちょっと映像を流すことは、まあ、あのおっしゃってた通りちょっと無理かもしれませんけども、何か考えたいと思いますので、そこはまた、期待していただきたいなと思います。というわけで、今後、前半戦の、方々といろいろコラボしていけるということなので、どんな動画になるのか楽しみにしておいてください。というわけで、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。いやー、よかった。優しい。後輩宮迫博之、僕初めて見たかもしれないです。あ、確かに先輩と喋ってる宮迫さん。あ、そうか、はい、そうか、あんまりというかないもん。ないんですね。もう大後輩やから。いや、それはそうですよね。何やろ、お前動画が回ってるっていうので、なんかテンパってしまったわ。俺何喋ってたんやろ、大丈夫かな。ほとんど新助さんがもうほんと喋れますね、今でも。すごいっすね。衰えてないやろ、うん、もう今のはもうただの片鱗やが、もう実際にもう一緒に飲んだりとかしたらずっと笑わせてくれる。いいな。まあ、あのさんまさんもそうですし、いつかなんとかっていうところはもう常々目標としながら、ね、やっていこう。改めてお電話しよう。はい。